どうも、奈良コミのタカです。今回はコミの仕事終わりに一緒に五瀬にあるカレーうどんがめっちゃ美味しいという人気のお店に行きたいと思います。地元では超有名なお店でテレビで紹介されたこともあり、芸能人も御用達のお店だとか、視聴者さんも一押ししてくれたお店で今回お伺いすることになりました。 JR 五瀬駅からすぐの場所にあり、立地も良い、なんか街の雰囲気も昔ながらでいい感じ。お、左側に見えてきました。それでは行ってみましょう。今回お伺いしたのは奈良県御所市にある新地入船さん。店内に入ると昔ながらの雰囲気でカウンター席と座敷席がございました。噂通りこちらのお店、こんな著名人のサインの数々、シャンプーハットさんも来られてる、そしてなんとなんと僕らのサインも。え、そして入船さんの人気メニューはこちら。コミが頼んだのはエビフライ&チキンカツ定食。このボリューム感、やっぱセットの小うどんもうまそう。エビフライであったりチキンカツもうまそう。タカが頼んだのは彩り天ぷらのカレーうどん、そして350円でご飯と小皿が3皿もある定食に、見た目からうまそうで小さな揚げさんも入ってる。見てください、この熱々のドロッとしたカレールー、絶対うまいやつ。そしてドロッとしたカレールーから顔を出すうどん、早く食べたい。エビやレンコン、大葉にちくわの天ぷら、贅沢すぎる。それではいただきます。まずはルーから。うほーい、うまい。見た目よりもさっぱりとしたルーは甘さとピリ辛さも感じられて最高。次にうどんをすする。これもうまい。少しもちっとしたうどんは食べ応えも抜群。そしてご飯を食べる。はい、最高。少し口に残るカレールーと白ご飯が反則級にうまい。最後によく染み込んだ天ぷらを食べて幸せを感じております。ごちそうさまでした。奈良コミ新地入船さんの方で定食食べてきたんですけど、うまかったですね。大満足。ということで、はい、久しぶりやな、2人で。久しぶりっすね。久しぶり、このテンション久しぶりですよ。なあ、店入った瞬間からもう雰囲気だけで、あ、絶対うまいって思いました。そうですね、もうなんていうんですかね、ほんまに地域に馴染んでる定食屋さんって感じですよね。そうやな、だって75年やね。そう、あの、なんていうんですか、古い漫画に出てきそうな雰囲気でったらそやな、うん、で優しいお兄さんと、うん、優しいおばちゃんがおって、うん、すごい。だからもう何回も通いたくなる雰囲気がまずありました。ちなみに今回ね、定食食べましたけど、コミさんいかがでしたか？すごいボリューミーです。そうやんな、エビフライもでかくて美味しかったんですけど、チキンカツがめっちゃうまかったっす。わお、もうなんておすすめっていうことでね、うん、なんか油加減が最高って言ったらいいんですかね、油っこすぎずかといってさっぱりしすぎてない、うん、程よい食べ心地が最高でしたね。エビフライもさ、見た目よりも大きいやろ。そうっすね、エビフライもね、もうプリプリしてて美味しかったっす。いいな、最高っすね。タルタルソースもうまかったっすね。おかわり自由じゃなかったっけ？そう、ご飯おかわり自由で、うどんもおかわり自由っていうことでうどんおかわり自由はないよな、他に。うどんもおかわり自由っす。すごいな、それ。すごいっす。タカさんのカレーうどんはどうでした？彩り天ぷらのカレーうどんなんですけど、天ぷらもね、めっちゃいっぱい種類入ってたんですよ。レンコンとか、あのエビとか、はいはいはい、あとあの何、大葉とか、ちくわとかも入ってましたね。そう、ちくわとか、はい、まずめちゃくちゃボリューミーやし、でね、カレールーがね、最初上結構トロッとしてるんですよね、はいはいはい、めっちゃトロッとしてるやと思ったんですけど、食べていったら結構サラッとしだして、おー、なるほど。で、口の中でちょっとカレー あの甘さと辛さがね、いい感じでまたね、これマッチするんですよ。そうですね、僕たちこの2品食べましたけど、メニューめちゃくちゃ豊富なんですよね。そうですね、うん、迷います。迷うんでね。まあでも迷ったらね、このベストワンツー、さらにね、もう一個日替わり定食みたいなのもね、うん、すごいボリューミーな定食もあるみたいなんで、うん、それもおすすめ言ってはりましたね。そうやんな、はい。
で座敷は掘りごたつになっておりまして、うん、なんとこの季節に嬉しい湯たんぽが下に引いてくれてあると。今回サインもね書かせていただきまして、こちらです、はい、僕たちのサインも飾ってあると思うんでね、ぜひそちらをね見に来てください。商店街チックな場所にあるお店なんですけども、はい、駐車場はね横にね、まあ、4台止めれる駐車場あるんですけども、まあ大体2台、まあ、2台ですかねって感じですね。正方形のスペースに4台止めていただけると思います。そうやな、ポン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 と。今回はこんな感じで終わりたいなと思います、はい、こちらの動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価、ベルマークのほうポチッとお願いいたします、はい、あとツイッター、インスタ、グッズ販売等も行っておりますので、はい、概要欄の方確認お願いいたします、はい、本日のコミの一言、サイン、コサイン、タンジェント、サインだけやん。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。